ちょっとかぼちゃがなってるのを見てみましょう。手前に小さいのありますね。向こうがちょっと見にくいかな。向こう側にかぼちゃになってます。こちらのかぼちゃは大きいですね。ではまだ収穫時期ではないです。さて上の方を見てみると、あらまあ、こんな上にできてますね。さてこれは収穫の時にどうやって取りましょうかね。どうしてかっていうと網がずっと続いています。まあヘタのところを切って転がりを落とすしかないでしょう。同じようなのが、向こう側にも一つありますね。こちらはキュウリの方ですか。キュウリは結構もう取れましたね。でもまだまだあれですね、収穫ができそうです。キュウリは下の方に行ってみると取り残しがあるみたいですね。あ、1個ありました。ここにキュウリがありましたね。この辺にはあれですね、枝豆ですね。これ枝豆の向こう側、もうナスも結構取れてるんですよ。ナスも結構取れてて、どこかな、はい、こんなとこにもちょっとナスが取れてありますね。こちらの方ではちょっと見てみましょうか。わかるでしょうか。これはですね、ピーマンですね。ピーマンがな、でその上に、チェリートマトがまだ緑ですけど、あ、赤いのもありますね。赤いのがどこだったかな。あ、この辺、こっち赤くなってますね。チェリートマトです。